The Japan side, in preparation for the test match against Uruguay and France. Horie. ある意味こう準備をしっかりして、まあ完璧主義者みたいなところがあるので、経験を持っているというのは多分誰しもが分かっているでしょうし、ちょっと人とは違う特徴のある選手ですよね。アル君入って、お前アル君入って、それじゃどうぞ、さっき普通にアル君入ってまあテストマッチの方がこう気持ちがグッて入るというか、日本強くてラグビーしてる分高まりやすい部分があるので、だいぶそのメンタルの調整うまいことしていかなかなと思います。僕は結構試合の当日ぐらいですかね、はい、今までは試合して試合の準備、テーピング巻くぐらいの時ぐらいからだんだん上げていくって感じです。出れたらね、何かこうチームにいい影響を与えれるようなプレーができたらいいかなと思います。ありがとうございます。そしたら、行って、当たる瞬間に回して、その回すところが向こうに行ったんですけど、ああ、腕回すの早い、で、遅れてくるぐらい、お、筋、合ってます？怖かったですか？どっち？本当に今できることを少しでも吸収したいなという感じで、今週、一緒にプレーさせてもらえて、試合の中で、どういう発言とか、リーダーとしてどういうふうに振る舞ってるとか、いろんなところがちょっと学べるのかなと思います。いや、こっちも違うんですよ、津田さんに喋れつなってしゃあない。頑張ってください。クラッチ、向こう我慢しきれずに、バイ。もう割れてんぞ、テモリ。もう2019年アイルランドで自分がこうやってた映像あるやろ。あのスクラムがこれ。ありがとう。がこうやってアイルランドの時にこれ見る。向こうがサイレン来て向こう逃げて、呼べます。どんなプレーとかどんなこう役割とかもこう適当にしない選手なんで、ある意味こう準備をしっかりして。完璧主義者みたいなところがあるので、そういうところに対しては全然心配はしてない。で、あと何回かの練習で細かいところを詰めていって、それをそのまま試合でやってくれる選手なんで、本当に信頼できる選手かなと。経験を持っているというのは多分誰しもが分かっているでしょうし、あの人も何でもできる選手ですから、フォワードだけではなくて、もちろんフォワードの軸となる選手ですけど、バックスの部分に関しても発言できる選手だと思うので、ちょっと人とは違う特徴のある選手ですよね。ラグビーを知ってるなっていうのがまず一番と、勝負どころを知ってるので、勝負どころでゲーム中はすごいいい意味でレフリーにプレッシャーかけてきますし、でもそれが間違ってないことが多い選手、やっぱりビデオ見返してると、僕が正しかった時とかレフ選手が正しかったいろんな時があると思うんですけど、堀江さんってそれの確率がすごい高い人で、すごい僕も信頼はしてるし、一緒にこうやって練習してるちょっと面白いですね。髪の毛が全部入ってるのがいいと思う。そう、It's good to have Shoto Hore-san back. He's a great leader at Panasonic. With our championship this year, you can see the big impact he had. Having him in the Japan team again
gives all of us a bit of confidence, knowing that he's got to be on the field with us. So I'm really happy to have Shota back, and he's crazy here. Shota, arigatou gozaimasu. Shota-san. でしょう。なんか試合なんてもうやってみないと分からへんから。やってみてね。会場の雰囲気とか相手の感じとかも。僕リザーブ発信なんで、ちょっと見ながら出番を待ちたいと思います。ああいやそんなないっすよ。こいつのテーピングしてこっちに来た会場を移動してる時ぐらい。36よ。大丈夫行こう。前もだ。40で集大成してない。まだまだ。ここから、イブシギンが磨かれていって。確かに。企業デブドレッドです。企業デブドレッド。企業デブドレッドです。テストマッチどうでしたか？いや疲れた。流れが悪いところに来たから。いいよね。だってホームでできるって本当にやりやすかった。
ベントというところもありますし、はい、まあ、ファンのこの応援というのが、まあ、勝利に絶対つながると思います。また、はい、いい応援、よろしくお願いします。スタートします。